ということで、さあ新王寺駅に着きましたよと。ぐるり、あの、え、萩野台、萩野台ってどこや。ね、はい。ということでね、まあここは、新王寺とね西田原本の間をねこうくるくると行き来してるんですけど、あれですね、あのあそこ、これまで行ってきた柏原、あ、ちなみにこっちが降車専用ホームで向こうが乗車ホームになってる、2名に1線なんですね、さあ今回のターミナルは、うん、ターミナルのところにだんだん曲がります。おーターミナル感が増してますね。こんな感じ、こうすると超シンプルですよね。よいしょ、ターミナルですね。よいしょ、向こうが乗車口になってますね。こんな感じですね。合格だるま、こんな歌あるんですね。お客様にご案内いたします。あれ、ここでもあったんや、うん、さあ新王寺駅改札を出てきました。ここからね、まあ、地元の、ほとんど地元の人はね、よく知ってることだと思うんですけど、この駅のね、構造面白いですよ。新王寺駅あるでしょ、あそこで線路切れてたじゃないですか。で、そのままね、ずっと歩いてくると、ここにね、王子駅があると。JR の王子駅があって、よしよし。まあ、駅前ロータリーがポーンとあって、ここに食べ物ね、参加費といろいろと入っとって、まあ、まあいわゆるチェーン店ですかね、ビールフランスやら、吉野屋とか、真っ赤は向こうの建物の方に入ってますよね。あそこ西洋屋か、西洋屋のこと朝から開いてんのかな、24時間営業ようやってますもんね。で、ずーっと歩いてくると、よいしょ、やっぱり気象地、気象地あるみたいです。あ、モスがこっちにあったんか、そうです。サモスっていう手もありますけどね、よいしょ。で、こっちの方に来ると、王子駅あると。まあここは近鉄とかじゃない、 JR の王子駅の改札もここにあるんですよね。ここ面白いですよね、田原本もブツッと切り取って、で新王子と王子の間もブツッと切り取るとでこっち見ると JR 西の方ですね、山田寺ですね、に環状線もこっちの方、そのままそうですね、山田寺快速でそのまま環状線の方に出てくるんですよね。こんな感じで天王寺から、まあ、昨日は天王寺いましたけどね、スーッと降りてきて王子がここと、うん、実際にはちょっと北側に上がってくるような感じな気がするんですけど、どうなんでしょう。で、これまでお芝居に乗って、ちらっと王子行きに乗ってきましたよね。ここまで来る電車は多いですよね。で、JR の王子行きのすぐ横に、今度生駒方面に行く、これね、近鉄の王子駅があると。まあちょっとせっかくだから、この、ね、新王子、王子あたり歩いて行けるとか、こっち側はそっちって持ってるんですね。面白いのが、ね、それぞれの駅にちゃんと有人駅なんですね。あそこやっとるかな。実はね、この王子駅に来るとね、うん、私ね、まあ、モスとかも好きですよ。ね、好きなんですけどね、吉野家だって好きですよ。ただね、この時間に空いてるかどうかね、本当はこれ、ね、昼に行きたかったんですよね、ここに。昼前ぐらいに来てね、ちょうどこの声優ですね、声優の下のところがフード、地下のところにね、フードコートがあるんですよ。ちょっとね、そこからやっとればいいんですけどね、やってないかな、さすがに。
こう新規の監修マーラー内ガムなんてあるんですね。美味しそうですね。四川好きですからね。でも中華の鉄人ってね、新規って私たちはね、おお、あの新規の日やってね、あのね、料理の鉄人であの黄色いね、中華服着て、やっとったね、これを知ってる人間ですけど、今の若い子って知ってるのかなって ね、読んだりが良いアイアンシェフって言ってね、やってましたよね、さあで、声優自体がもうやってんだな、空いてるんですね。ただ中の店舗がやってないのかな、さすがにこの時間ですからね。あ、一応地下のフードコートの方、動いてますね。疲れた。あ、一応これも駅間散歩入れますか。新王子から王子散歩という距離もないですからね。ただの移動ですよね、これだけやったら、ね、実はね、このフードコート、あ、マックが魚いとるんか。そっかそっかそっか、朝マックやってますもんね。あれね、あ、本当だ、こっち側に取るんや。え、こっちの奥は開いてないですね。本当はね、実はね、あのね、奥にね、まだやってますね。ね、ホットドッグの専門店があるんですよ。実はここ来るといってもそこ食べに行くんですけどね、残念ながらさすがに開いてないみたいです。まあ、もう一回ぐるっと一周して、先にね、イコマのケーブルとかあの辺りをバババーと乗ってきて、潰しちゃいましょうかね、さあ、あ、もう電車出てますね。よいしょ。で、面白いのが新王子と王子は別に引き込む線も何もないんですよね。どっかで繋がってるわけじゃないんで、本当に列車は全く移動することができないんですよね。なんか隣のこんだけ線路があるのにね、不思議なんですけど、王子駅も相当でかいですからね、3面6線ぐらいあるのかな、王子駅って、ですけど、まあ、単純になんか JR とね、こっちの近鉄は標準機ですからね、で、ホテルの王子方面の方も、生駒線の方もそうですね、標準機ですよね。よいしょ。でも王子駅は一大ターミナルって感じがありますよね。王子駅自体もあの端っこのね、もちろんターミナル、端っこですけど、ターミナルですけど、で JR のこっちのね、王子駅もね、これも相当大きいんでね、結構奈良のこの辺りの交通ではね、大和路快速あっちの方に行くなり、結構、環状線の方抜けるのにしても、結構重要になってくるところなんですよね。王子駅しれっと一応行く範囲しましたけど、王子駅からまた乗ってこうと思いますよ。よいしょ。そういや、西田原本駅は全く解説する暇なかったですね。なところたこ焼きあるんですね。ちなみにこんな感じですね。生駒行きってことで今から行きます。この辺りはですね、最大時列車区なんですね。王子分室がなってないですね。列車はこんな感じ。まあ、1時間3分から4分。ね、ここで列車の行き違いをするってわけですね。そっか、ここは黒神社とだるま市があるんですね。それであのだるまさんが置いてあったんですね。なるほど。結構これ両者です。1,2,3,4両編成で運行してるんですね。列車が、ああ、これ JR のか。JR ですね。奈良行きの大和路快速ですね。多分こっちはこっちでね、ここで後また列車が入ってくるはずなんですけどね。
こに行くと。こんな感じですね。大勢で行くとは。じゃあ、こっち落とさないといけないです。今日の本題はこっちです。今日はそうでした。近鉄の駅のターミナルを見ようでしたね。企画の本題を忘れてるんですから行きます。もしあれですよね、新大内の方が2面1線に対して、こっちは1面2線なんですよね。さあ、ありますね。こっちが整備された感がありますね。はい、確かにターミナルがありました。ターミナルと。いや、だいぶターミナル分が補充されてきたんじゃないですか。これいろいろね、ターミナル感ありますよね。いいじゃないですか。ちなみに、コロミさんね、乗ったことあるんでね、生駒の方はこういうのないんですよね。ケーブルカーであるか。乗れば分かります。まだ出発まで時間あるみたいですね。扉が閉まります。ご注意ください。